あ、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 
待て、自分はまだ覚醒し処理を開始システムイエロー5秒後に再起動システムエラー覚醒処理に問題対象に深刻な影響停止処理キャンセルシステムの停止はできませんカウントダウンを開始54 3 2 1 あなたに良き目覚めを ここはどこだ真上には見慣れぬ布の天井ほのかに明るいいや薄暗いのかこの音火なのか世界が歪んでなぜ目が覚めた？なんだ？ご気分はどうかな？外傷はなかったけど、どこか具合が悪いところがあったりする？まだ意識が混濁しているのかな？お前はここはどう言えばいいんだろうちょっと説明するのが難しいかなそれよりあなた自身のことどうなってるか覚えてる自分まだ無理しないで知りたいことも後でちゃんと教えてあげる ああ、そっか、これは夢か今はただ、安心してお休みなさいうんああお休みなさいもう、また部屋を散らかしたままやっほー、おじちゃん、来てあげたよひひ、喜んだよね今日はおじちゃんのために大好きなキーを作ってあげるんだからじゃあ、おじちゃんがおじいちゃんになってもお嫁さんいなかったら私が結婚してあげようかは心配だわせめてここじゃなくて向こうにいつ帰ってきてもいいのよなんだかあなたが急に遠くなったみたい昔は何かにつけて私やあの人の後をついて回っていたのには飲んだか目覚めた時にはお前の前に新しい世界が待っているだろうそうだお前こそが最初にして最後の
でしょ。いいよ、絶対来てね。指切り厳慢だからね。ハリセンボンなもんだからね。約束だよ。ここは一体自分はなぜこんなところにいる。なぜだ、なぜ。ダメだ、思い出せ。自分は今まで何をしていたんだ。いて、薄い上着だけだと。しかもパンツ履いてない。スースースルーどころじゃないぞ。任すにも無理がありすぎる。この寒い中、脱げばすっぽんぽんの浴衣姿だ。今はまだいいが、夜になったら冗談抜きで風邪をひくどころか、下手したら凍え死ぬかもな。これが夢幻でないというなら、自分が解放されていたらしいあの天幕は実在するはずだ。ともかくそこまで戻った方がいい。どうする。とにかく道っぽく見えるところを突き進むか、それともここで助けを待つべきか。遭難した時は動き回らず救助を待った方がいい。だが問題は、自分を助けに来てくれる連中が果たしているかどうかだ。自分が何でここにいるかわからない状況で捜索を期待するのは虫のいい話だ。となると多少の危険は覚悟の上でここから移動した方がいい。暗くなる前にとっとと移動しよう。なんだ、鳥か。はあ、驚かすなよ、まったく。
妙に騒がしいな。なんだってまたあんなに。またか。何か得体の知れないものに睨まれたような。気分が。するはずがない。だがこれは夢、あれは幻。振り返って見てごらん。ほら、きっとそこにはみんなの満面の笑顔が。あそこから転げ落ちたのか。どうやら穴が茂みで覆われていて踏み抜いちまったみたいだな。大変そうだが壁をよじ登れば上までなんとか。今上戻ったら間違いなく奴に食われるな。となるとうん。
やはりここでおとなしくしてた方が。あの音近づいてきてる。こんなところでグズグズしてたら見つかってしまう。ためらってる場合じゃない。くぅ、なんだってこんな目に。追いかけてくる気配はないか。助かった。ここまで来ればもう。前からまさか先回りされてた。逃げられない。状況のまま、こんなわけのわからない生き物に食われて、このまま。何なんだあれは。何が起きてる。今のうちに急いでここから離れないと。
何かつぶやいている。しかし空気漏れしてるような感じではっきりとは聞こえない。目と耳を塞いで。手榴弾？ホーケルの後！追いつかれる。うひぃ！今のうちに。助かった。人間死ぬ気になれば何だってできるって本当なのかも。と命を救ってもらったんだ。せめて一言お礼を言わないとな。助けてくれてありがとうございます。ああ改めて見ても本当に美人さんだな。私の顔がどうかした？いや別に。それにしても少し目を離した隙にいなくなったと思ったらあんなことになっているなんて。間に合ったからよかったもののあまり困らせないでほしいかな。申し訳ない。目を離した隙にいなくなった。それって一体どういう意味だ。そういえばこの子以前どこかで見たよ。もしかして自分のことを知っているのかですか。え、もし自分がどこの誰なのか知っているのなら教えてくれ。え、あ、自分は誰なんだ。ここは一体どこだ。さっき襲ってきたのは。それにそれとそれから、尋ねたいことが多すぎて頭が混乱する。自分は とりあえず戻ろっか。何？いつまでもそんな格好だと風邪をひいてしまうかな。格好？
そういえばこんな薄布一枚で森の中をうろうろと。しまったはずだけど。あったあった。捨てるわけにもいかないからどうしようか考えてたけど、まさかこんなところで役に立つなんて思ってなかったな。はい、着替え。そんな格好じゃ本当に風邪をひいちゃう。大丈夫だよ、ちゃんと男物だから。あ、うん。じゃあちょっと水を汲みに行ってくるから。うわっ。仕方がない。別にノーパンの趣味があるんじゃないんだからね。そもそも人は原始裸だったんだから、下見がないくらいでオタオタするな。ちょいとあれの座りが悪いくらいじゃないか。このズボン穴がここにあるということは、こっちが前か。なんかあんまり履き心地が。まあいいか。次はこの上着を羽織ってこの帯で結べばいいんだな。よし。しかしあんまり着心地が良くないな、正直言って。突っ張る感じも良くないな。下着を履いていないせいで股ぐらが涼しすぎる。しかも前開きが結構大きく開いてるせいで風通しがいいどころかまるで吹きさらしだ。っていうかそれ以前にはみ出すぞこれ。やはり彼女で下着を貸してもらうの。いやいやいや、それはダメだろ。人としてはともかく男としてそれはまずい。それにせっかく好意で貸してくれたんだ。そんなこと言ったら罰が当たる。ここは彼女に頼らず己の創意工夫で乗り切るべきだな。あ、そうか、この厚手の布をこれを前掛けにして、それでこっちを。ん？ふざけてるわけじゃないんだよね、一応。なんか微妙に生温かな眼差しが。いや、だから誤解だ。これは別に下着がないからこうなので。今腰に巻いてるそれはアペリア、肩に羽織るものなんだけどな。は？それと上は左右が逆、下は前後反対かな。反対？いや、前開きがあるんだしこっちが前だろ。それは尻尾を通す切れ目なのだけど。ああ、尻尾？
そういえば洞窟から逃げる時にもお尻のあたりにチラチラとあったよ。いやいやいや、なわけあるはずが、きっと飾りかないか。よくできてるな。見た目といい、手触りといい、まるで本物だ。しかもこの感触、えらく触り心地がいい。ふわふわで柔らかい。おまけにすべすべもふもふと、まさに極上の肌触り。襟巻きにもちょうどいいかも。しかもうねうね動いてるし、一体どういう原理で。なんだ、さらにふわふわしてきたんだな。これは一体。ああ、なんだ。一体何が。何が、どういうつもりかな。どうって何が。だから何の断りもなく乙女の尻尾を握りしめるなんて、どういうつもりかと聞いてるのかな。握りしめって、いや、そいつは、まさかそれは本物か。当たり前だよ、この自慢の尻尾が本物じゃなくて何が本物なの。いや、それは、うっ、そうでなくても断りもなく尻尾を握るなんて。いや、その、なんだ。知らなかったみたいだし、仕方ないかな。今回だけ目をつむってあげる。なんか、すまん。なあ、しかしな、普通は尻尾が本物だなんて思わないだろう。まあ、人は猿から進化したのだし、そういう先祖返りの実例がなかったわけでもないが。自分の目がおかしくなってしまったのか。気品すらある美しい顔立ちと、艶のある美しい黒髪。それはいい、彼女は十分可愛いと思うが、この際美醜は関係。問題は、そういえば気が動転して気にしてなかったが、人の頭にふさふさだと。どうかした。いや、その、つまり、なんだ、耳と尻尾、まさか人間のように見えるが、人間ではない。いや、待て、迂闊なことを聞いてまた機嫌を損ねて、その挙句こんな森の中で置き去りにでもされたら。なんでもない。あ、どうも、この辺りの風習やら作法やらがよく分からなくってな。その格好からしてそうみたいだね。とにかくその間違った着付けを直そっか。ああ。結び目がガチガチか。じっとしててね。ああ、悪いね。
まさかこれを帯にするなんて思ってもみなかったな。そうなのか、長細いからてっきり帯なのかと。これってば、下着だよ。え？だから下着。下着ってこんな長細い布が？いや、こんな長いのどうやって。まさかこれがあのふんどしというものか。そうなるかな。知らなかったとはいえ、下着を帯代わりにするのはどうかと思うな。あとは、もしもし。これでよしっと。なるほど、こう着るのか。これが本来の着心地か。動きやすいな。さっきまでのとはえらい違いだ。しかし、尻尾があることはさも当然のことのように言うのに、ないことも別に気にしてないんだよな。何から何まですまない。ううん、いろいろと行き違いもあったわけだし、それは構わないけど。さて、クオン。え？名前まだ伝えてなかったかな。クオン、それが私の名前。ああ、名前か。それで、あなたはなんて名前かな。名前？うん、名前。そうだ、自分は…うん。あ、待て、待ってくれ。自分は…じゃあ、どこから来たのかな。今まで何をしていたのかとか。どこから。そう、今まで何してたんだ。そうだ、この子が。記憶に曖昧な部分もあるが、解放してくれたこの子なら。あなたはこの人里離れた山中で一人倒れていたの。一人で？うん、
それでそのまま見捨てるのも目覚めが悪いから拾って解放したの。だから期待させて申し訳ないんだけど、私が知っているあなたのことはその程度かな。そうか。ごめんね。いや、勝手に期待したこっちが悪い。そう言ってもらえると。でも困っちゃったな。まさかこんなことになるなんて。まったくだ、参ったね。こんな時はどうすりゃいいんだか。分かったのは自分が誰だか分からんということくらいか。ちなみにここはどこだ。九十里の西方、シシリ中の奥といえば分かる。なるほど、ちっとも分からん。ああ、地名が分かってもそれが一体どこなのかまるで分からないんじゃ意味ないな。他には他に聞けることといったら。そうだ、あのでかいの。でかいの。ああそうだ、グネグネニュルニュルして襲ってきたスライムみたいなやつ、あれはなんだ。スライム。ああ、もしかしてタタリのこと。タタリ。あれはそういう名前の生き物かな。何かと聞かれると正直こちらも困っちゃうな。分かっているのは日の光が届かない地の奥深くに生息しているということ。そこに入り込んできた生き物を襲い食料とすること、そして決して死なないということくらいかな。死なない。うん、あれはね、死なないんだ。焼いても切っても叩いてもすぐに蘇生してしまって、何をしても息の根を止めることができないの。いや、さすがに不死身とかそんな生物はありえんだろう。生命力が強くて死ににくいとかそんなのじゃないのか。うん、本当だよ。本当に何をやっても死なないんだ。何をしてもどうやってもね、せいぜい徹底的に叩きのめして追い払うか、苦手と思われる大きな音と光でひるませるのが関の山かな。そんなわけでその数もその生態もよく分かってないということなんだ。何なんだそのとんでも生物は。怖すぎるだろう。だからあなたはとても運が良かったかな。少しでも駆けつけるのが遅れたら今頃は骨すら残ってなかったよ。安心して、生息域には近づかない。人里から離れるときは迂闊に道を外れない。そういった基本的な注意事項を守っていれば滅多に襲われるようなことはないから。そうか、滅多にって本当にそんなレアケースだったのかよ。何事も絶対なんてないよ。その時はその時と割り切った方がいいんじゃないかな。人なんて運が悪ければ風が吹いただけでも死ぬんだから。すでに終わった過去のことだからこともなげに言っているのか、それとも。それはそうと、これからどうするつもり。これから、ほんとどうすりゃいいんだか。ごめんね、ちょっと意地悪な質問だったかな。記憶のない自分の名前すら確かではないのにそんな質問はされても困るだけだよね。まあそういうことなんだが。それなら、これも何かの縁。しばらくの間あなたの身柄は私が預かるってことでどうかな。は？この少女が自分を。いや、気持ちはありがたいけどな。いや待て、
んなところで放り出されたらすぐに野垂れ死ぬか化け物の餌かの二者択一だ。多少不安はあるが、ここまで自分にいろいろしてくれたんだ。今更取って食ったりもしないだろう。せめて状況を理解できるようになるまで彼女を頼りにした方がいい。ここは渡りに船と思って言葉に甘えておこう。了解した。しばらくよろしく頼む。うん、賢明な判断かな。素直なことはいいことだと思うな。その笑み、断ったら野垂れ死にしてたよってことか。さて、あなたの今後も決まったことだし、とりあえず名前くらいは決めないとね。名前？いつまでも名無しのままだと不便だからね。名前まだ思い出せないんだよね。ああ、言われてみれば名前がないと人里に降りた時にいろいろと困るな。分かった、じゃあ適当に決め。いや待て、これはもしかするチャンスじゃないのか。何も思い出せないのはどうかと思ったが、逆に考えればまっさらってことだ。ってことはだ、自分で自分の名前を素敵かつかっこよく決められるじゃないか。もしかしたら自分の本当の名前は平凡でパッとしないものだったかもしれない。いや、それはまだいいが、頭が潤んでいるのか疑いたくなるような名前をつけられていた可能性だってある。そう考えれば記憶喪失も悪くない。いや、悪いどころか素晴らしいじゃないか。逆境をチャンスに変えるとはまさにこのこと。となれば名前を適当にだなんてことはありえん。ここは後で後悔することがないよう、誰もが羨むくらいの素敵名を。よし、自分の名前は、どんな名前にしようかな。え、もしかして君を考える気なのか。考える気も何も、それが義務なもの。義務？保護者といえば親も同然。つまりあなたを拾い保護者となった私にはあなたの名前をつける義務があるんだ。いや、それはどう見たって年下の小娘が親はないだろう。親は私の保護なんて必要とせず、一人でも生きていけるのならそれはそれで構わないけど。じゃあ決まりかな。せっかくの素敵な名前計画が。そうだな、あなたの名前は。ハク。そう、ハク。これからはハクと名乗るといいんじゃないかな。ハク、あまりパッとしないな。何か言ったかな。いやいや、何も。この名前はとても由緒正しい名前なんだよ。伝承にまで歌われしお方の名からいただいた名前なんだから。歌われしお方。そう、歌われるものから。わかった、自分はハク、これからはそう呼んでくれ。うん、そう言ってもらえて何よりかな。
朝日が眩しい。ここでも何はなくとも日は昇るか。さて、これからどうしたもんかね。体の具合、もう大丈夫かな。一応、目立った怪我とかはなかったようだけど。体の具合…まあ、特に問題はないか。本当？ああ、どっちかっていうと筋肉痛の方が辛い。それじゃあ安心かな。朝食を食べたら出発するね。出発？って、一体どこへ？ずっとここにいても仕方ないから近くの集落に移動するんだ。近くの集落？うん、少し歩いたところにね。そうなのか、てっきり…てっきり？いや、てっきりクオンはここに住んでいるのかと思った。それって、私が山奥に住んでいる垢抜けていない田舎者に見えるって意味かな。それが白の望みなら、ずっと天幕の生活でもいいけど、その方がいい？待て、別にそういう意味じゃない。冗談だよ。ここには旅の途中でちょっと立ち寄っただけなんだ。白のこともあるし、そろそろ降りる頃合いかなって。旅の途中か。里に降りれば誰か自分を知ってるやつがいるかもしれない。案外あっさり問題が解決するかもな。それじゃあ朝食の支度をしてる間、ハクはそこにある荷物をあの子に積んどいてくれる？あの子？はて、他に人はいなかったように思うが。なあ！なんだ、このダチョウみたいなのは。ダチョウ？何のことかわからないけど、その子はダチョウとかじゃなくて馬だよ。これは馬？こんな馬がいてたまる。いや、クオンのこともある。これが馬なんだろう。どんどん常識が崩れてく気がする。そういえばいいのか。何がかな。旅をしてるって言ってたろ。自分のせいでその邪魔をしてるんじゃないかと思ってな。用事といってもこの森に来たのは大した用事じゃないんだ。ハクのことはそのついでだから気にしないで。そうなのか。うん、本当に気の向くままの気楽な一人旅だから。今日は東に、明日は西、気分次第でフラフラとって。もちろん旅に出た目的はあるんだけど、別に急ぐことじゃないから。それよりもね、行ったこともない土地でいろんなものを見たり聞いたり空気を感じたりしたいんだ。今しかできないことを後悔のないように。しかし、理由は何であれ、若い女の一人旅とは、旅は危険に満ち溢れている。それは昨日二度も実体験したからよくわかる。しかも、よく整備された街道ならともかく、こんな山奥まで出歩いたりして大丈夫なのか。なあ、狼か。
には詳しくないが、おそらくはそのためだろう。おい、どうするんだ。どうって。ああ、そっか。大丈夫かな。この子たちってすごくか弱いから。そうなのか。うん、木の棒でも振り回せばすぐに逃げちゃうから。なのに向かってくるからちょっと面倒なんだけどね。すぐに追い払うからちょっと待ってて。いや、それならこちらも手伝おう。今まで散々だったからな。悪いなお前たちで、ウサを晴らさせてもらうぞ。少しは役に立たないと。少年馬かな。正義の鉄槌を塗りゃ。何？くらえ！正義の鉄槌。ハク、何を遊んでるのかな？いや、また。なあ、クーンさんや。ん？なんかこのワンちゃんたち。殴られてもケロリとしてるんだ。ハク、いくら弱いからってふざけて遊んでちゃダメかな。油断大敵ってね。いや別に遊んでなんかは。だあ。出りゃ。ハク。ちょ、待て待て待て。こいつら弱いんじゃなかったのか。まずは目の前の敵ね。まだ立てる。少年馬かな。時間はかけない。少しは役に立たないと。おっとと。
正念場かな。いい運動だね。犬っころどもめ。話が違うぞ。話って？だからあの犬っころは棒を振り回せばすぐに逃げ去るって言ってただろうが、なのに逃げ出すどころか逆に飛びかかってくるし、棒が当たっても少しひるむだけ。下手すりゃこっちが死んでたぞ。別に嘘なんてついてないんだけどな。あの子たち不意打ちしてきたり群れで襲ってくるだけで本当に大したことないんだよ。あれがか、もしかしたらハクは、何でもないかな。何を言いかけたのか気になるが、聞かないことにしよう。なんか想像がつく。ハクは病み上がりだし、きっと本調子じゃなかったのかな。慣れてなかったみたいだし、多分あと何回か経験すれば簡単に追い払えるようになるよ。あんなこと二度も三度も経験してられるか。じゃあそろそろ出発しよっか。いや、もうなのか。もう少し休んだりとかは。別に構わないけど、あんまりのんびりしてたら到着する前に日が暮れちゃうかもしれないけど、それでもいい？そしたら暗い夜道を歩くことになるし、あの子たちにまた襲われるかもしれないけど。なあ、集落は少し離れているだけなんだよな。うん、少しだけかな。嘘は言ってないみたいだな。大丈夫だ、集落は近いはず。